みんなを向いてる初めてのビジネスだと思うんですね。それまでまあもう14、5年前の話なのであれですけれども、当時は、メーカーなりいろんなクライアントさんがいてお客様に商品を届けるですので、まあ、メーカーの方はお客様 B2C がビジネスでしたし、お客様そのメーカーの方をのマーケティングを助けるために代理店とかコンサルティングだとか B2B っていう形で誰がクライアントかって非常にはっきりしてたと思うんですけども、私たちは対ユーザーの方、化粧品に興味を持っている方々、そしてアットコスメのメンバーの方々、サイトを使っている方々に価値のあるものを提供することに集中しながら、実際はメーカーの方に役立つ場所を作らなきゃいけないと。ですので会社を始めた当時はメーカーとユーザーをつなぐエージェントだというふうに言っていてですね、やはりこの両者をいかにちゃんと距離を縮めていくかっていう両方を見た初めてのビジネスだったと思ってます。会社の名前はアイスタイルっていうんですけども、そのアイっていうのにはいくつかやっぱり、思いというのがあります。まあ、私たちの中で7アイって言ってるんですが、やっぱり会社を始めた時に大事だったものっていうのを入れてます。一番最初はイマジネーション、想像ですね。想像するからスタートし、インテリジェンス、それを裏付ける知識とか情報があって、やっぱりそれがイノベーション、イノベーティブなものかどうか、でそれを起こしていくためにはやっぱり周りを巻き込んでいかなきゃいけないので、インスパイア、周りをしていかなきゃいけないし、でもそれ自身はすごく、まあ、実現するのは難しいとか、でそれを楽しまなきゃいけないとか、で最後は自分につながるっていう7つの愛っていうのをテーマに持って今やってます。